俺の名前は橘隼人。仕事がバリバリできる社員ではないかもしれないけど、そこそこ人並みには頑張っていた。しかし、入社3年目で部署替えとなり、俺を見下す女上司の下で働くことになり、状況は一変した。遠目で見ていた時、彼女は俺の憧れの上司でもあった。キビキビ仕事をする姿はかっこよかったし、何より美人だから遠目で見てるだけでも癒された。それが実際働いてみたら大間違い。塩対応の上、俺を毎日見下す鬼上司だった。しかし俺は上司のとんでもない噂を耳にして、どうしても本当かどうか確かめたくなった。そこで目にした光景は想像を超えるものだった。橘君って言ったわよね、頼んでいた仕事まだ終わらないの？容量が悪いって言われない？はあ、どんくささが顔に出てるわよ。ああ、すいません。前にいた部署とやり方が少し違うもので。言い訳だけは反応早いのね。臨機応変に対応するのが社会人でしょ？できないなら人の倍努力しなさいよ。あ、はい。頑張ります。頑張ります。学生か。こんな感じでいつも新田さんは怖かった。綺麗なものって遠くから見るから綺麗なんだって心から思った。仕事中はできるだけ新田さんの視界に入らないよう気を配っていて、変な緊張感がある分、昼休みは本当にほっとした。同僚たちと他愛もない会話をし、生き生きとした時間を過ごしていた。そんなある日だ。なあ、新田さんの噂話聞きたくない？昼休みにまでその名前を出してくれるな。食事が喉を通らなくなるだろう。人の気も知らないで、田中が面白がる顔をしながら話し出した。飲み屋街の路地裏行ったことある？ないよ。だよな、マニアックな店が多いし、常連さんしか受け入れない雰囲気あるじゃん。俺もそうだったんだ。でもさ、先週裏専門に飲み歩いてる友達と路地裏に行ったわけ。それがまた面白くてさ。へえ、いい店あった？小さいんだけど美味しい飲み屋があってさ。あ、今度連れてってやるよ。それはそうとな。そこを出た後、ふらふら路地裏歩いててさ、怪しげな飲み屋があったわけ。外見もすべてなんかうさんくさい感じでさ、その友達もいい噂聞かないって言ってた。でな、なんとそっからキラキラした服着た新田さんが出てきたんだよ。多分客の見送りかな。え、あの新田さんが？またまた、似てたってだけじゃないの？いや、あれは新田さんだよ。毎日顔を見てるんだぜ。見間違えるわけないよ。いやー、びっくりした。人には言えない秘密ってあるもんなんだな。秘密ねえ。橘君、明日までにこの資料をまとめてくれる？会議で使うから分かりやすいようにお願い。昼休みから戻って早々、新田さんに頼まれた。渡された書類の多さに呆然となった。あの、明日までですか？恐る恐る聞く俺を新田さんはきっと睨んだ。あ、残業してでも頑張ります。新田さんは数秒無表情で俺の顔を見つめ、無言の圧力をかけて立ち去った。結局俺は有言実行とばかり残業になった。明日までになんて残業でもしなきゃ間に合うわけがない。だんだん新田さんに対して腹が立ってきた。無茶ぶりな仕事の振り方はするし、俺を見下すし、そりゃあ俺は新田さんのようにできる社員じゃないかもしれない。でもこんな仕打ちあるか。決めた。田中が言ってたあの怪しい店に行ってやる。あれ、新田さん、こんなところで働いてるんですか？会社にバレたらまずくないですか？なんて嫌味を言ってやろう。立場逆転だ。週末まで待ち遠しかった。新田さんの驚く顔を想像したら
どんなに塩対応をされても頑張れた。ついに土曜日、田中に聞いた場所を一人で探した。あ、ここだ。おしゃれな外観のキャバクラが多い中、パープルの安臭い電球で飾り付けた昭和感が漂う店構えだった。田中の情報では店自体はどうかわからないが、とにかく客層が悪いらしいってこと。目立たなくて騒々しい一元客が来ないため、人には聞かれたくない裏商売の商談に使われているとかいないとか。それを考えるとちょっと入店を躊躇してしまうが、俺の会社での立ち位置を変えるためだ。行くしかない。勇気を出して店の中に入った。いらっしゃいませ。店の中も時代が止まったかのように古臭かった。客は奥のテーブルに数人、やはり常連のようだった。俺はとりあえずカウンターに座ることにした。ママらしき人が、そんなに若いのに物好きね、こんな店に来るなんて、そう言って笑って俺におしぼりをくれた。いや、外観に惹かれてレトロな感じがなんか。いやーね、古臭いだけよ。ママはオーバーなくらい大声で笑うものだからびっくりしてしまった。上品に着物を着ているママは、年は50代半ばくらいだろうか。うちの母親のように見えた。まあまあ、声が大きすぎ。奥のテーブルから歩いてくる女性を見た。綺麗なワンピースを着た新田さんだった。え？新田さんはかなり驚いた顔をして、小さくえっと言ったきり固まってしまった。俺は俺で事前に言うセリフまで考えていたのに、いざ本人を目の前にすると言葉が出てこなかった。あら、まゆのお知り合い？ママはご機嫌で新田さんに尋ねた。あ、うん。立花くん、こっちのテーブルで話さない？ああ、はい、いいですよ。これからが本番だ。俺は自分に気合を入れた。誰かから聞いたの？新田さんの声は会社での自信満々な声とは一変、明らかに動揺していた。気の毒になるくらいに。似た人を見たって。新田さんの反応を見て、自分がどうしようもなく最低なことをしているように思え、罪悪感に苛まれた。そうなんだ。あの、誰にも言わないでもらえるかな？言いませんよ。一つだけ教えてください。どうしてここで働いてるんですか？言わなきゃダメ？いえ、無理にとは言いませんけど、何か事情があるなら、力になれることがあればとか。新田さんはじっと俺の顔を見つめ、立花くんが力になってくれるの？そう言ってクスクス笑い出した。畜生、やっぱり新田さんは新田さんだ。心配する必要なんてないじゃないか。そう思った時だ。立花くんって本当に打たれ強いのね。私が見込んだだけあるわ。嬉しい発言に俺は胸が高鳴った。あの塩対応は俺を買ってくれてて、あえての無知。ママね、うちの母なの。え？ここ母がやってるスナック、週末だけ手伝ってるのよ。あの綺麗なママがお母さん？あー、似てるといえば似てるような。うち両親が離婚しててね、母にとってこのお店が全てなの。収入の量もそうだけど、こうして人と話をすることが生きがいなのよ。でもいつからかしら、変な噂が立ち出してお客さんが激減したの。お店で働いてくれてた女の子の給料もままならなくなってね、みんなにはよそのお店を紹介してあげて、今はこの通り。噂って例のあれか。怪しいお客さんとか来るんですか？
来るわけないじゃない。来てくれるのは昔からの馴染み客ばかりよ。みんないい人たち。最近じゃ新規のお客さんなんてほとんどいないわ。立花くんが数年ぶりの新規じゃない？すいません、そんなこと全く知らないで興味本位で来てしまいました。いいわよ、うちの母も嬉しそうだし。でもなんでそんな噂が立ったんでしょうか。思いつくことはあるんですか？ここの土地を売ってくれって業者がいてね、母は大好きなこの店を売るつもりはないって断ったの。それからだと思う。少しずつ客足が減って、常連さんからそんな噂があることを聞いた。わざとか。悪徳業者っているんだな。負けてほしくない。新田さん、なんとかしましょうよ。策はない。しかしこのまま泣き寝入りなんてしたくないと思った。はあ？何ができるっていうの？新田さんらしくありませんね。仕事してる時はあんなに自信満々で強気なのに。そんな人にしごかれているんですよ、俺は。俺は単純なのだろうか。あれほど苦手だった新田さんが俺を買ってくれていたと分かった途端、親近感が湧いてきた。そして何とかしてあげたいという気持ちになった。具体案は？まだありません。宿題にさせてください。新田さんはクスクス笑い出した。立花君と話してると調子狂うわ。底抜けにポジティブなんだもん。そう言って笑う新田さんの笑顔は、今まで嫌だと思っていた感情が全てチャラになるくらい俺には意味があるものだった。俺はその日からどうしたらお客さんが増えるのか一生懸命考えた。集客のプロではない自分に何ができるのか。できることなんてたかが知れているが、何かをしたかった。そこで思いついたのが、会社の人間は外し、昔から仲が良かった友達を連れていくこと。アットホームな雰囲気で楽しいおしゃべりができることが分かれば、口コミでお客さんが増えるんじゃないかって思った。しかもキャバクラみたいなお店なら女性だけでは入りにくい。でもあの店なら女性だけでも全然 OK だ。むしろ女性の方が好むかもしれない。思いついたら行動だ。俺は早速友達に声をかけ、週末ママのお店に連れて行くことを毎週末した。最初新田さんは俺の行動に驚き、立花くん、迷惑かけるつもりはないから大丈夫よなんて言っていたが、ママの笑い声が店内に響き、ノリのいい俺の友達もご機嫌でおしゃべりをし、楽しそうにしているのを目にし、久しぶりに母があんなに楽しそうにしているのを見たわ。立花くん、ありがとう。私あなたと違って社交性がないから、こんな風に頼れる友達もいなくて。そう言って嬉しそうにしていた。俺がいるじゃないですか。確かに新田さん、誤解されやすいところあるかもしれないけど、やっと新田さんを理解できた気がします。本当はすごく優しい人なんだって。新田さんは恥ずかしそうに頬をあからめた。それを見た瞬間だ。単に人助けをしたいだけじゃない。俺この人が好きなんだ。自分の気持ちを再確認した。ありがとう立花くん。あなたからは教わることばかりだわ。あの新田さん、よかったら今度一緒にご飯でも行きませんか？私なんかでいいの？新田さんと行きたいんです。じゃあ楽しみにしてる。俺は新田さんと食事をした帰り、告白するつもりでいた。ビシッと男としてかっこよく決めるつもりだったのに、食事の約束をしていた日、子供あろうか急な仕事が入り、少し残業になってしまった。焦る俺に、大丈夫、待ってるからと優しく言ってくれる新田さんは、もはや過去の新田さんの影は皆無だった。気を取り直して食事に行くことになったのだが、時間的にレストランは間に合わない。俺たちは
新田さんがおすすめする居酒屋に行くことにした。いいお店ですね。古いんだけどね。ここのお店、母がひいきにしててね。歴史があるものを大事にするっていいですよね。俺、新田さんのそういうところ好きです。え、好き？あれ、告白のセリフはちゃんと準備してたんだけど。新田さんは目をキラキラさせて、上司ではなく俺と向き合っている一人の女性だった。はい、新田さんが好きです。私、話したように母子家庭で育ったでしょ。とにかく母と二人必死で生きてきたところあって、甘え方も知らないし恋愛も知らない。だから立花君が気になっててもどうしていいかわからなくて、今だってすごくドキドキしてるのに、うまく自分の気持ち伝えられてるかさえわからない。新田さんは極端に饒舌で本当に不器用な人なのがわかった。ちゃんと伝わってます。そういう新田さんの全部が好きです。そして俺たちはお互いの気持ちを確認し合い、交際の報告をしようと、帰り道ママにも報告しようということになった。だからどんな嫌がらせをされようが、ここは立ち退きません。帰って。外にまで聞こえてくるくらい大きなママの声が聞こえてきた。俺たちは何事かと焦り、店の中に急いだ。いかにもインテリヤクザみたいな高級スーツを着た男が二人ママを見下ろすように立っていた。店内にお客さんはゼロ。またあなたたちですか？これ営業妨害って言うんじゃないですか？警察呼びますよ。新田さんは声を震わせながら気丈に振る舞おうとした。俺が何とかしなきゃ。こっちはね、ことを荒げるつもりはないんですよ。穏便にね、お互いが納得するように話をまとめようとね。あなたたち、上から言われてこうして嫌がらせしてるんでしょうけど、このお店には歴史があるんです。馴染みのお客さんにとっては憩いの場所、ほっとできる場所なんです。奪わないでもらえませんか？あなたたちにだって行きつけの落ち着く店ってあるでしょ。そういうところがなくなったらどうします？通じる相手じゃないことは承知の上、思いをとにかくまくし立てた。お兄さん、言ってることはわかるよ。でもな、ビジネスって情じゃないんだわ。とりあえず今日は帰ります。ママ、立ち退き料の見積もり置いていきますから考えてみてください。では。男たちが去り、店は静まり返った。ハヤト君、ありがとうね。嬉しかった。ママが力なく言い、男たちが置いていった見積もり書を手にした。もう潮時なのかもね。そういうママの顔を新田さんは悔しそうに見つめていた。俺たちの交際報告どころではなかった。その後、俺たちの交際は順調な一方、ママのことはずっと気がかりだった。俺は必死に大学の頃のつてをたどり、なんとか解決方法がないものかと模索した。そして行き着いたのが弁護士。大学の先輩の先輩という面識もない人ではあったが、親身になってくれた。相手も弁護士が間に入ったことで嫌がらせはなくなり、店に平和が戻った。新田さん、よかったね。最近ママは元気そうだし。うん、そうなの。立花くん、本当にありがとう。なんて言っていいかわからないくらい嬉しい。できることをしただけです。少しは頼れる彼氏かな。少しじゃないよ、かなりだよ。ありがとう。俺たちの絆はこうしてどんどん深まっていった。大切な人を守れることがこんなにも誇らしく嬉しいことだと知った。新田さん、結婚してくれませんか？迷いはなかった。はい、お嫁さんにしてください。あの時の新田さんの顔は
一生忘れない。本当に綺麗だった。俺たちの結婚式の準備が進むとともに、ママのお店をどうするかの話も進んでいた。あの店を守り続けるか、立ち退き料を引き上げて移転するか話し合いを重ね、結果的にやり手の弁護士さんの働きで破格の立ち退き料がもらえることになった。同時に馴染み客だった人の計らいで近くに小さいテナントを借りれることになり、そこから再出発。俺たちの新しい門出は、慌ただしくもみんなが幸せな方向に進むことになった。これが俺たちの馴れ初めです。